そして日常の悩みについてお話します。よくまあ LGBT が遭遇しがちな悩みについてです。トイレですね。トイレすごい困るんですよ。本当にどういったことが起こるかっていうと、私まあこういう感じじゃないですか。こういう感じで女子トイレに行って、まあ、手を洗ってたりすると、人が入ってこられるとまずフリーズするのが9割ぐらいですね。え、間違えたみたいな感じの反応されるんですよ。で、ひどい時は外に出て行かれて表示を確認しに行かれます。で、表示を確認して女子トイレだなっていうことを確認した上でまた帰ってこられるんですけど、その時の顔がお前間違ってるじゃんみたいな顔をされるんですよ。またかみたいな感じで、そういう顔をされた時に、あ、すいません女子なんですって言うと、あ、すいませんでしたみたいな感じの対応になって、すごい気まずい雰囲気になるということが起こるんですね。それがまあデフォルトです。で、そういうことが起こるので、まあ、なかなかちょっと女子トイレに入りづらいなというところがあって、基本的にもう外出先のトイレは女子トイレには行きません。友達がいたりとかすれば、友達と一緒に入れば、あ、この人男性っぽいけど、あ、女性なんだなっていうことが分かってもらえるので、友達といるときは一緒に行ったりしますけど、まあ、基本的に友達といるときか、もしくは緊急事態のときしか行きません。じゃあ見た目男なんだから男性トイレ入ればいいんじゃないのっていう話されるんですけど、そういうもんでもないんですね。私構造上は女子なわけですよ。で、サニタリーボックスとか男性トイレに置いてないわけですね。なので男性トイレには構造上行ったらもうまあなんか不具合があるっていう感じなんですね。じゃあ多目的トイレで怪物だねみたいなこと言われるんですけど、それも違うんですね。お体の不自由な方の優先利用にご協力くださいみたいなこと書いてあるんですけど、本当にその通りで、あの広いスペースって私にはいらないわけですよ。だけどその広いスペースしか使えない人がいるんですね。車椅子の方だったりとか、ベビーカーをしておられる方だったりとか、そういう方がおられる中で私があそこに入ってしまうと、その人たちに対して罪悪感みたいなのがあるんですね。でもこの中でどれを選ぶかといったら、私は多目的トイレに入ります。一番人に遭遇する確率が低いから、一番迷惑をかける可能性が低いからそこに入ります。じゃあこれどう解決していくのって話なんですけども、最近ニュースになってたりしましたけど、歌舞伎町のジェンダーレストイレみたいな話してます。知ってるよって人、お、結構ありますね。ありがとうございます。まあ結構問題になってたと思うんですけど、オールジェンダーのトイレを作ってもいいとは思うんですよ。いいとは思うんですけど、当事者の意見をちゃんと反映したのかなっていうような感じで作られたので、まずそういうトイレを作るのであれば、当事者の意見をちゃんと聞いて、こういう形が使いやすいよっていうことを反映した上で作ることが必要だと思うんですけど、やっぱり女性スペースの問題があるじゃないですか。女性スペースを守れみたいな話があると思うんですけど、私もそれには賛成です。賛成で、やっぱりこう性犯罪が怖かったりとかそういうことがあると思うので、私個人としてはコンビニのトイレっていうのはすごい使いやすいんですよ。結構そういう方は LGBT の方が多いんですけど、まあ、女性専用と男女兼用みたいな形で分かれてたらすごい使いやすい。男性女性オールジェンダーってやるとスペースもまた必要になってくるじゃないですか。そうじゃなくて、女性専用と男性トイレを全て個室化して、サニタリーボックスとかも全部置いて、そっちを男女兼用で使えるよみたいにしたらいいんじゃないかなって私は思います。まあ男性としてはちょっと回転率が下がるのでちょっと反対意見があるかもしれないですけども、まあ、そういったのいいんじゃないかなっていう LGBT の人が多いかなと思います。そしてアンケートの性別なんですね。アンケートの性別欄、男女しかないアンケートもありますし、まあ、その他があるアンケートもあるんですけども、まあ、男女しかないとどっちにもある人がいいんだろうなっていうのがちょっと難しかったりします。で、その他があったらその他に丸をするんですけど、その他でいいんだってそもそもいるっていう話だと思うんですよね。そこから考えるべきかなっていうところです。この統計にはこういった理由で性別の項目が必要だっていうことを検討した上で、必要だよねって思うんであれば、それを注意書きで書いてあげることが必要かなって思います。まあ、この統計にはこういった理由で必要ですよ。で、回答するときは身体的な性別でお答えくださいとか、性自認でお答えくださいってことを書いてあげると非常に親切なんじゃないかなと思います。